八坂川が注ぐ森江湾八坂川は、大分県キツ市を流れ、伊予灘の森江湾に注ぐに給水系の本流。大分県北西部の国崎半島南部に位置し、キツ市と早見郡肘町、宇佐市の境界付近にある六名古志連山の鳥屋岳に源を発する。豊かな国名水15線に選ばれ、名水として知られる、キツ市の水の口遊水も、その源流の一つである。 中華流域には平地が明け農地となっている。下流部には川口近くにある木付城を中心として、左岸の丘陵に城下町が発達し、現在の木付市街地となっている。近年では川口側の幹線沿いに商業施設が進出している。木付市の中心地を過ぎると、八坂川は伊予灘の森江湾に注ぐ。八坂川の河口に広がる森江湾一帯は、 干潮時には、東西1 5トル南北2トルにわたる干潟となっており、川口から干潟にかけてカブトガニ、アオニースといった希少種が生息している。また、シギチドリ類などの渡り鳥も豊富である。このため、森江湾及び八坂川の川口部は、森江湾として日本の重要湿地500に選定されている。近郊橋から見た安坂川川口と、 きつ城石江戸時代には、八坂川とかは船によって行われていた。江戸末期から、長政寺十三世住職の、旧道安庁誉れによって、加橋計画が進められていたが、藩の許可、資金調達、加橋技術などの問題があり、十数年がかりで、橋は、近郊橋として1877年に竣工した。四万十川のもののように広く知られてはいないが、 八坂川にはいくつかの沈み橋が存在する。衛星橋は1876年に架けられた日本最古の沈み橋であったが台風21号による増水のために2004年9月29日に流出した。現在は1902年に架けられた四道橋が日本最古の沈み橋とされている。ありがとうございます。